アラブ連盟、アラブ連盟、アラブ連盟、ジャーミー、AR、デュアルアル、アラビーや、リーグオブアラブステイツは、アラブ世界の政治的な地域協力機構。第二次世界大戦末期の1945年3月22日、創設。本部は、カイロにある。加盟は22、21カ国と1機構。 現在の連盟事務局長は、元エジプト外相のアハマド・アブル・ゲート。参加各国の代表からなる、理事会が最高決定機関で、その下に実行機関である、事務総局や、常任委員会、共同防衛理事会、社会経済理事会、他パレスチナ問題総本部や、イスラエルボイコット本部どの部局や、専門の諸機関がある。理事会は1年に2回開催されるか。 加盟2カ国、または通常理事会の要請によって緊急理事会を開くことができる。また、上記の組織とは別に1963年から開催されているアラブ首脳会議は2000年に正式にアラブ連盟の会議となった。首脳会議は年に一度加盟国の都市に集まって行われる。理事会が閣僚レベルの各国代表で構成されるのに対し、 首脳会議は各国の元首が集合して議論を行うため首脳会議の重要性は高まってきている。本部がカイロにあり、また歴代の七人の事務局長がエジプト追放期のチュニジア人数トを除いて全員エジプト人であるようにエジプトの主導権が強くサウジアラビアなどを中心に反発もあり、サウジアラビアがイスラム諸国会議機構の設立に 積極的であった理由の一つともされる。1979年には、エジプトとイスラエルの単独和平によって名手であったエジプトが連盟から追放され、本部は一時チュニジアのチュニスに移っていたが、1990年にエジプトが連盟に復帰すると、本部もカイロへと戻った。当初は1945年当時のアラブ独立国、 7カ国で発足した連盟であるが、アラブ諸国が次々と独立していくにつれて加盟国数も拡大し、さらに1973年にモーリタニアが加盟したのを皮切りに、それまでアラブ諸国とはみなされていなかったジブチやソマリア、コモロなどの加盟が認められていった。連盟発足後すぐに勃発したイスラエルとの対立と、それによる 数度の中東戦争によって連盟は結束して行動したものの連盟自体の強制力は小さなものでありしばしば足並みの乱れや内部対立が起こっているため連盟はそれほど強力な政治力を持っているとは言い、がたい。最近ではアラブ連盟の政治的役割はますます低下しており実質的には中東の政治問題の解決にほとんど有効な手段を取ることができていない。 地域統合でも湾岸協力会議やアラブマグレブ連合などより狭い地域での統合を目指す動きの方が進展が見れる。イスラエルとは同国建国以来緊張関係にあり、イスラエル及びその主要取引先に対する経済制裁であるイスラエルボイコットも行っており、イスラエルにの受け入れを要求している。20世紀に入るとアラブ民族主義の高まりを受けて、 アラブ諸国家間の地域協力機構の設立が叫ばれるようになった。第二次世界大戦が始まると、アラブ諸国が数軸国側につくことを避けるたに1941年5月29日から、イギリスのアンソニー・イーデンがこの構想を主張し始めた。この時は、アラブ各国の支持を受けられなかったものの、イーデンは1943年2月に再度同様の呼びかけを行い、 これにアラブ各国が積極的な賛同を示したことで、この構想は一気に具体化した。とはいえ、この気候に対する各国の反応はまちまちだった。エジプトのムスタファエル・ナハス首相は積極的な賛成を示し、連盟設立の主導権を握ったが、エジプトの立場はこの気候を緩やかな国家間の協力気候に留めるものだった。トランスヨルダンとシリアは共に大シリア。 シリア、ヨルダン、レバノン、パレスチナの統合を主張し、その上でアラブの連合を求める考えを示していたが、ヨルダンはハーシム家による君主制を、シリアは共和制を構想していた。イラクはこれにイラクを加えた統合構想を持っていたが、イラクとヨルダンは各国家の完全な統合までには踏み込まず、やや統制の強い国家連合を施行していた。これに対しシリアは、 アラブ統一に最も積極的であり、創設7カ国中で唯一主権放棄にも応じる姿勢を示していた。こうした積極派の諸国に対し、サウジアラビアとレバノンは主権の異常に強い抵抗を示していた。レバノンは前日の大シリアに含まれる地域ではあったが、他地域とは違いキリスト教のマロン派が主導権を握っており、大シリアが統合された場合周囲のスンニ派に、 飲み込まれる恐れがあったために、どのような主権以上の動きにも強い抵抗を示してい。サウジアラビアはもともと孤立主義的な傾向が強く、連盟の設立自体に回帰的であり、イエメンもこれに追随した。こうした中で、エジプトが主体となって妥協が行われ、どのような強制力も持たない、緩やかな地域協力機構にとどめることで、消極派諸国をつなぎ止め、 連盟が設立されることとなった。こうして1945年3月22日にアレキサンドリア議定書の発行によ、当時のアラブ7カ国が加盟してアラブ連盟が結成された。発足したアラブ連盟がまず最初に直面した問題はパレスチナ地方におけるアラブ人とユダヤ人の対立、すなわちパレスチナ問題であった。すでに連盟結成前から パレスチナ問題はこの地域における一大政治問題となっており、アラブ連盟は一貫してアラブ人の権利を主張した。1947年11月に国際連合においてパレスチナ分割決議が採択されるとアラブ連盟は一致してこれに反対した。この頃にはすでにパレスチナは内乱状態となっており、1948年5月14日に イギリス軍がパレスチナを撤退すると、同日この地域のユダヤ人が、イスラエルの独立を宣言したため、レバノン、シリア、トランスヨルダン、イラク、エジプトのアラブ連盟5カ国もこれに反応して、イスラエルに即日戦線を布告し、パレスチナに流れ込んだ。第一次中東戦争である。アラブ連盟諸国は、兵力的には優位だったものの連携が取れておらず、やがて、 イスラエルに反撃され、1949年には、停戦協定が結ばれることで、イスラエルの独立を許すこととなった。第一次中東戦争において、アラブ諸国が十分に連携が取れなかった反省から、戦後のアラブ連盟諸国においてはより強い統合を求める動きが強まった。この直接の結果として、1950年には、連盟に共同防衛理事会と、 その補佐をする常任軍事委員会が設置され、軍事協力が強化された。また、創設以来連盟はイスラエルに対するボイコットを行ってきたが、1951年にはダマスカスにイスラエルボイコット事務局が設立され、イスラエルとの貿易をはじめイスラエルと取引のある、ラミとの契約をも禁止するボイコット運動が開始された。1956年のスエズ危機においては、 連盟はエジプトを全面的に支持し、イギリス、フランス、イスラエルに対抗した。このスエズ危機において、エジプトが軍事的に敗北したものの政治的に勝利を収めると、エジプト大統領のガマール、アブドゥルイコール・ナーセルの威信が高まり、彼の提唱により、アラブ民族主義、反アラブ主義に基づくアラブ世界の統一を目指したアラブ連合構想が各地で実現したものの、 基本的にエジプトばかりか、サウジアラビア、シリア、イラクがそれぞれアラブ圏での主導権を握ろうとし、互いに従属することを嫌ったためにいずれも頓挫した。1959年に国際石油資本が産油国の承諾なしに、一方的に石油工事価格の引き下げを発表すると、アラブ連盟は4月にカイロにおいて第1回アラブ石油会議を開催し、 この措置に抗議した。この会議には、アラブ諸国のみならず、第三輸国であるイラン及びベネズエラも招かれ、この会議をきっかけとして、三油国間の協調体制が整うようになり、1960年の石油輸出国機構の結成へとつながっていくこととなった。1963年からは、ナセルの提唱によってアラブ首脳会議が行われるようになり、1982年、 以降一時中断したものの2000年に復活し、2012年現在も継続している。1963年の第一回アラブ首脳会議において、アラブ連盟の承認のもとに、パレスチナ解放のための機関として、パレスチナ解放機構、PLO が設立されることになり、1964年には PLO が発足した。中東戦争では、共同歩調を取り、 1967年の第三次中東戦争においてアラブ側が大敗しイスラエルの軍事的優勢が確立した際は同年9月のアラブ首脳会議においてイスラエルに対し和平せず交渉せず承認せずという原則を打ち出したしかしこの第三次中東戦争の大敗はアラブ諸国に激震をもたらしナセルの政治的威信が失墜して アラブの政治的党の動きはこれ以降失速していった。またヨルダン川西岸地区をめぐって、あくまでこの地区の奪還を目指す PLO とイスラエルとの妥協を思行するヨルダンの対立は激化し、1970年には両者の間にヨルダン内戦が勃発した。この内戦においてアラブ連盟は PLO とヨルダンの仲介に立ち、PLO は本部をヨルダンの首都アンマンから、 レバノンの首都ベールートへと移転させこととなった。1973年には、第四次中東戦争が勃発し、エジプトとシリアがイスラエルへと侵攻した。連盟は一致して、エジプトシリアを支援したものの、初戦の敗北から立ち直ったイスラエルは両国に逆侵攻を受け、最終的には、イスラエル有利でこの戦争も終結した。しかしこの戦争は、イスラエルの軍事的威信を弱め、 また、アラブ諸国の結束の機運を一時的に高めることとなった。アラブ連盟の動きに加応したアラブ石油輸出国機構、オアペックは比喩公国への石油供給削減を行い、さらにこれに石油輸出国機構が同調したことで石油価格が高騰し、第一次石油危機が勃発した。この結束の機運に乗って PLO はアラブ連盟との関係を強めていき、 1974年のアラブ首脳会議において PLO はパレスチナ唯一の代表となり、1976年には正式に連盟に加盟してその一員となった。レバノン内戦においては1976年に平和維持活動を決定した。また、1973年にはモーリタニアが加盟し、アラブ連盟が伝統的にアラブとされている領域から拡大するきっかけとなった。 こうした共同歩調に大きな亀裂が走ったのが1978年3月のキャンプデービット合意である。この合意においてアラブ側の中心国家であり、4度の中東戦争において唯一アラブ側で全ての戦争に課していたエジプトのサダト大統領とイスラエル首相のメナヘムベギンの間で両国の停戦と相互承認が締結されたことは アラブ諸国に激震をもたらした。アラブ連盟の対イスラエル共通政策である和平せず、交渉せず、承認せずに違反したとしてエジプトは強い批判にさらされ、翌1979年には主導国であったにもかかわらずアラブ連盟を追放されてしまう。同時にアラブ連盟の本部もチュニジアのチュニスへと移転した。1980年から1988年まで、 続いたイラン・イラク戦争ではイラクが連盟内の国家でありイランがそうでなかったこと及びこの前年の1979年に起きたイラン革命によって成立したイスラム共和に対し加盟各国が強い警戒心を抱いたことから一貫してイラクを支持し続けた1987年にパレスチナで起こった第一次インティファーダについては支援を行う決議を採択した またこの間エジプトが加盟各国との関係改善に努めた結果、1990年3月にはエジプトが連盟に復帰して、本部も再びカイロへと戻った。エジプトが復帰して、アラブ連盟は再び以前の状態に戻ったものの、この時アラブ連盟は深刻な内部対立に悩まされていた。イラン・イラク戦争で疲弊していたイラクは、 原油価格の引き上げによっこの苦境を乗り越えようとしていたが、アラブ諸国が主導権を握る、石油輸出国機構がこれを認めなかった上、クウェートをはじめとするアラブの数カ国が、オペックの産油量割り当てを超えて、増産を受け、原油の値崩れを招いていたからである。イラクは、抗議を行ったがクウェートは全く聞き入れず、やがて国境上にある、 ルマイラユデンをめぐって両国は深刻な対立に陥った。1990年3月に議長国となったイラクはバグダッドでアラブ連盟の首脳会議を主催し、1990年8月2日、イラク軍はクウェート侵攻を行い、クウェート全土を支配下に収めた。このクウェート侵攻をめぐってアラブ連盟は同年8月9日に、 カイロ国際会議場に緊急サミットを開き、エジプトの主導で、イラク避難決議を採択した。この決議にイラクはもとより、PLO とリビアが、イラク側に完全に立って反対し、さらに、イエメンが、態度保留、ヨルダンも危険して、イラクよりの姿勢を保った。アラブ連盟には深刻な亀裂が走ったものの、主流派は、イラク反対派であることは変わらず。 湾岸諸国やサウジアラビアをはじめとする多くの国が1991年の湾岸戦争において対イラク攻撃に参戦し、湾岸戦争はイラクの敗北とクウェートの解放によって終結したものの、この戦争によって連盟内部の深刻な亀裂と弱体差が明るみにで、これ以降連盟の求心力はさらに弱まった。 1993年にイスラエルとパレスチナ解放機構の間で合意されたオスロ合意については承認を行っている。2003年に起きたイラク戦争においてはアメリカイギリス軍の即時撤退要求をクウェート外のすべての国家の賛成によって議決している。2009年3月30日、31日の両日、カタールの首都ドーハで 第21回アラブ連盟首脳会議が開かれた。会議には21カ国と1機構、国連の事務総長、イスラム諸国会議機構、OIC の事務局長が参加。エジプトのムバーラク大統領は欠席を表明。最終宣言では、中東和平、イラク、スーダンの国内情勢、中東非大量破壊兵器地帯創設などの課題解決のために参加国の努力を確認した。 中東非大量破壊兵器地帯創設では、核兵器保有のイスラエルに対し、核不拡散条約 NPT に調印し、国際原子力機関 IAEA、e、の監視を受ける、両国際社会が圧力をかけることを求めた。中東和平問題では、最近のパレスチナ自治区のガザ地区に対する攻撃を野蛮な侵略と非難した。討議で、ヨルダンのアブドゥッター2世国王は、 スーダン情勢について国際刑事裁判所 ICC がオマルアルイコールバシール大統領に対して逮捕状を発行したことを非難した。2011年に起こったアラブの春においては当初は慎重な姿勢だったが徐々に改革派寄りの姿勢に立つようになった。これを示すのが以下のシリア騒乱に対する姿勢である。2011年10月30日カタールドーハで 外相会議が開かれ、シリア内政を論議した。31日には、アラビ事務局長が、シリア政府の反政府デモに対する武力弾圧を終了させるためのロードマップを中にした。11月2日には、暴力行為停止などの調停案受け入れでシリアと合意したが、弾圧は続き、11月16日をもってシリアは、加盟資格が停止された。 2011年11月16日、モロッコラバトで外省会議を開き、シリア問題について話し合った。同会議は、シリア政府に対し3日以内に弾圧を停止するよう求め、これに応じなければ、経済制裁を課することを決定した。11月27日、カイロで外省会議を開き、シリアに対する制裁措置を19カ国、22カ国、 飛行加盟の賛成で承認した。制裁措置は、アラブ諸国とシリア政府との関係の断絶、シリアへのアラブ各国政府の投資の禁止、アラブ各国にあるシリア資産の凍結、シリア政府交換の渡航禁止、シリアへの民間航空の乗り入れ禁止などからなっている。12月3日には、ドーハ・カタールで閣僚級会合を開き、シリアへの制裁について協議した。 2015年3月29日、地域の不安定化の拡大に対応するため、合同軍の創設で原則的に合意した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。